それでもない。
というのは皆さん、カフカっていうあれをご存知ですか？カフカっていう単語の入る何かご存知ですか？シシドカフカ。シシドカフカではなくですね、あれなんですか？あれなんですよ、なんだっけ、変身っていう、なんか朝起きたら男が虫になってたっていう変な話を書いたチェコ出身のドイツ語の作家がいるんですけど、それから撮りました。なんか話をしている中でそういう話になって、すごい変な話なんですよ。その虫になって最後ただ死んじゃうっていう、本当に、ね、気持ち悪い話なんですけど、あ、そうですね、嫌われたはずに最後死んじゃうっていう、読まない方がいいですよ。嫌になりますから、ね。ただいま言わせていただいた曲は、さゆりって、ゆうがカタカナなんですけど、さゆりっていう人の三日月っていう曲です。私が銀杏ライブでやらせていただいた曲で、本当にさんがギターを弾いてくださるってことで、まあ、始まったんですけど、それでやらせていただきました。なんかすごいさゆりっていうのがなんか 2.5 次元を行くパラレルな存在でみたいなホームページに書いてあるんですけど、ちょっとよくわからない。なんか酸欠少女っていうのがメインっていうか、なんかコンセプトらしいんですけど、歌うと酸欠になりますね。一回歌ってみてください皆さん、カラオケとかで入れて。で次に歌う曲がラッドウィンプスの5月の流行った曲なんですけど、知ってる方いますか？結構いらっしゃいますね。知ってるけど、ちょっとよろしくない、社会的によろしくない曲っていうのをご存知の方もいると思うんですよ。なんかまず僕は君を許さないよから始まるんですけど、私たちだけでやってると私たちだけがこうなんか悪者みたいになっちゃうじゃないですか。だから皆さんもちょっと憎しみを思い出しながらいいですか、みんなで共犯者になれば怖いことないじゃないですか。だからちょっとなんか、うわこいつムカつくみたいなのを思い出してほしいんですよ。まあないかな。生きてればなんかあるでしょ。あ、そうです。ちょっと僕ギターだけなの初めてなんですよ。いつも絶対歌ってたんですよ。4年目にしてだからギター。Thank you.